はい、どうも、ナレです。今回はですね、こちらのテーマを持ってきました。今回のテーマはこちらです。はい、出ました。微分方程式のエルミートの微分方程式になります。はい、久しぶりのですね、微分方程式の続編ということで、こちらの式ですね、実は量子力学でもとても大切な微分方程式になっています。はい、といってもですね、今回は普通にですね、この微分方程式を級数解法で導いていきたいと思います。では次の VTR をどうぞ。はい、では今回は微分方程式の第21弾エルミートの微分方程式、こちらをご紹介していきたいと思います。y'-2xy'+2ny=0、 このような形をした微分方程式をエルミートの微分方程式と言います。これはですね、量子力学とかにも出てくる、非常に物理とかでも使われる重要な微分方程式となっております。こちらはですね、級数解法を利用した初等的な内容で解を導出してみたいと思います。エルミートの微分方程式 y'-2xy'+2ny=0、これは級数解法で求めてみます。一般解を y イコールシグマの k イコール0から無限までの akx 形状とします。するとこちらですね、このシグマを分解した y イコール a0+a1x+a2x2乗+…こちらが成り立ちますよね。これにより次のように y' が求められます。 y' はこの a0 が消えますよね。なので a1 からスタートして、ここ a1 があります。そしてここ微分すると 2a2x となって、はい、次は 3a3x の2乗となりますよね。そしてですね、この y' から y'' を求めます。2回微分です。すると次のようにですね、この a1 が消えて、ここの部分だけが残りますよね。そして2乗の部分が3と掛け合わさって 6a3 の x となって、次々と続いていきます。はい、以上からこの2つをシグマで表現するとこのようになりますよね。 y' は k イコール1からスタートしていることに注意してください。そして y'' は k イコール2からスタートしていることに注意してください。はい、いいでしょうか。こちらが成り立ちます。このシグマの式たちを余式に代入します。すると、はい、次のようになりました。こちらですね、こちらの式にこの部分とここの部分を代入してあげます。するとこのような形になりました。はい、したがって次のようにですね、ここの部分ですね、左側の部分を k イコール0に直したいと思います。すると k の部分がですね、2ずれますよね。なので全て2ずれた形で表現しております。 k イコール0なので。そして同じくですね、ここの真ん中も k をずらしたいと思います。一応ここの2が中に入っているんですけども、はい、次のページに行きます。先ほどの式があります。今度は真ん中ですね、こちらの式の k をずらしていきたいと思います。はい、すると次のようになるのではないでしょうか。 k イコール0を代入しても0なので、ここの式っていうのは実質1から始まっても差し支えないので、そのまま k イコール0だけにしているんですけども、中身は変わってません。ここに注意してください。以上から次のようになります。シグマの k イコール0から無限まででくくることができますね。そして x の形状を外側に出すことができます。このようにですね、 x の形状で全て表現したかった、これが目標になっております。はい、以上から次のようになりますね。 x の形状を not イコール0とします。するとイコール0を満たすためにはこの中身が0でないといけないですよね。はい、したがってこの中身がイコール0の式から次のようにですね、左辺は ak+2、 右辺は ak だけを準備します。はい、そして ak+2 について解くと、次のようにですね、 k+2(k+2)(k+1)2(k-n)ak、 このようになりました。はい、出てきました。この全化式非常に大切です。ここからこの全化式を研究していくことになります。この先ほどの ak2(k+2)(k+1)2(k-n)ak という全化式は、はい、 k が0から始まる偶数の時と k が1から始まる奇数の時で考えないといけません。はい、では具体的に左側の
K が0から始まる偶数の時で考えていきたいと思います。まず A2 の時は、はい、K がイコール0の時ですね。なので K に0を代入してあげます。すると次のように 2×1 分のマイナス 2nA0 となりました。はい、そして A4 の時ですね、 K に2を代入した時は次のように 4×3 分の 2×2 マイナス 2nA2 となりますね。はい、こちらに2を代入した値となってます。はい、そしてですね、ここですね、この A2 というものが上側で A0 に A0 で表現できることから次のようになりますよね。すると下側の部分が4の階乗のように階乗で表現できます。で、このようにマイナス2の2乗括弧 N-2 かける N となってますね、分子の部分が。で、A0 だけで表現できてます。はい、次行ってみると A6 です。 K に4を代入したときですね、こちらに4を代入したときはこのようになります。4代入したときはこうですね、 6×5 分の 2×4 マイナス 2N で A4 が出てきますね。で、 A4 は先ほど求めたこちらの式によって、はい、このように表現できることから A0 だけで表現できます。したがって次のようにマイナス2の3乗の6の階乗分のカッコ N-4 カッコ N-2NA0 となりました。はい、このようにですね、どんどん続けていくと A2K ですね。はい、このようにですね、どんどん続けていくと、こうですね、A の 2K というものは次のように表現できるのではないでしょうか。それがこのようになってます。ここの偶数ですね、6なので6の階乗。だから 2K なので 2K の階乗というふうに表現できて、次のようにですね、マイナス2の形状となりますよね。3乗の部分なので、形状の部分となってます。そして次のように分子が N マイナス 2K マイナス2、点点点点点、括弧 N マイナス4、括弧 N マイナス2、N、A0 というふうに表現できるのではないでしょうか。こうですね、この4みたいなところは、ここが 2K マイナスになってます。これはこの6に対して4ですよね。なので 2K に対して 2K マイナス2のように数列を連想できるのではないでしょうか。では次に K が1から始まる奇数の時で考えていきたいと思います。先ほどと同様に A3 なので1から代入していきます。 K が1からですね、こちらの式に K イコール1を代入していくと 3×2 分の 2×1 マイナス 2N となりますよね。で、 A1 イコールマイナス 2×3 の階乗分の A-1A1 ですね。はい、では次に A5 です。 A5 というものはこの K に3を代入した値、はい、1,3 のようにどんどん奇数を代入していってますね。すると 5×4 分の 2×3 マイナス 2N の3代入していることから A の3となって、 A3 はこの上側で出していることからこのようになりますよね。するとこれもやはり分母は5の階乗で表現できて、括弧マイナス2の2乗が出てきます。こう上側がマイナス2でくくれるからですね。すると括弧 N-3 括弧 N-1A1 となります。ここの計算もしっかりと確かめてみてくださいね。はい、 A7、 この A7 は K に5を代入した値です。するとここに5を代入するので 7×6 分の 2×5 マイナス 2N となります。で、 A5 ですね。するとこの A5 はこのように表現できたことから、次のようにですね、このように7の階乗となってマイナス2の3乗でくくってあげると、括弧 N-5 括弧 N-3 括弧 N-1A1 となります。はい、これをどんどん続けていくと A2K+1 っていうものはこうですね、このように7の階乗となって7と揃うことから、ここも 2K+1 の階乗となります。そしてマイナス2の3乗のように、そこにはこの奇数の部分ですね、奇数の部分のここの 2K を半分にした値がここに来ることから、ここが K になることが予想できます。7でいうと3ですね。そしてここ N-2K-1 っていうものはここですね、7の1個手前の5ですね、奇数である5なので 2K たす1の1個手前の 2K-1 がここ引かれるというような感じで最初に来て、で次々に括弧が来ます。そして最後に N-1 が来て A1 となり、 A1 だけで表現することができました。はい、以上から一般解はもともとですね、奇数解法により y イコール a0 たす a1x たす a2x の2乗たす a3x の3乗たすでとしていたことから、
次の絵ですね。はい、このように表現できるのではないでしょうか。それがこちらです。 y イコル a0 a1x 足すシグマ k イコル1の無限のここですね。こことここです。先ほど出てきた全化式を使っております。このような級数の形で表現できるのではないでしょうか。そしてこちらですね、偶数側と奇数側で交互に偶数奇数偶数奇数となって表現できていることになるのではないでしょうか。エルミートの微分方程式 y′-2xy′+2ny=0 の一般解は、はい、次のようにですね、こちらで表現できたということになります。ここからですね、この式をもっとうまくまとめれたらと思いますね。なのでもう少しうまくまとめてみましょう。はい、まず a0 のここの部分ですね、ここは a0 と a0 でくくってあげれます。そしてくくると1足す k イコール1のシグマ無限となってますね。しかしですね、 a0 を代入してもしかしですね、 k に0を代入するとここ1になります。したがってこのようにですね、 a0 をくくってここの部分を k イコール0で表現することができます。そして k イコール1からはここですね、ここと一致してますね。これが同様に a1 でも見受けられます。 a1 の係数は x ですよね。ここ a1 でくくると x 足すこのシグマなんとかみたいになりますよね。そこの部分も含めて k イコール0で表現しています。ここが k イコール1であることから k イコール0で表現してあげるとこうですね、ここの部分は x の1乗だけが残ります。0の階乗は1としております。ここに注意してください。はい、これにより y イコル a0px 足す a1qx のように、この黄色い部分を px、 赤い部分を qx というふうに表現できますね。ここで n を正の偶数である場合で考えてみます。この時 qx は無限級数となり物理的な意味を持ちません。よって a1 イコール0として n イコール 2m の時の px だけを考えてみます。まずはこのようにですね、 n が正の偶数である時を考えてみます。こうですね、ここに n がいっぱいいますよね。これがこれを考えてみます。はい、まずこちらですね、 n が正の偶数の時なので 2m とかにしてみます。すると次のようにですね、 n を 2m とすることから、はい、この n の部分がそれぞれ 2m となることなので2の2形状が外側に出てきます。そしてこのマイナス2の形状の部分も組み合わさって2の2形状ですね。ここで稽古なので、はい、そしてここの2形状は2形状のままですね。そしてこちらですね、やはり0、1、2、3みたいにどん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 代入していくと最終的に m 以上で止まるので、ここは m までにできます。ここも結構面白いのでしっかりやっておきましょう。それではですね、有限の級数ですね、こちらは。なのでシグマ k イコール0の m までの 2k の階乗括弧 m-k の階乗分の m の階乗括弧 -1 の形状2の2形状 x の2形状となり、この式は k 大なりイコール m たす1で m-k たす1の部分が0になるため 2m 次多項式であり有限和となります。先ほども言いました。はい、では次に行きます。はい、今度はもう一回先ほどの問題なんですけども、今度はこちらを考えていきます。さっきは px で考えてましたね。今度は qx を考えます。次に n を正の奇数である場合を考えます。この時 a0 イコール0とすると n イコール m たす1として、次のようにですね、 qx の部分がこのようにですね変形できます。 n をすべて 2m プラス1で表現してます。するとここですね、ここの形状の部分もあって2の2形状がやっぱり出てきます。式変形に十分注意してください。はい、以上からやはり有限和となって出てきます。シグマ k イコール0の m までの 2k たす1の階乗括弧
m-k の階乗分の m の階乗括弧-1の k 乗2の 2k 乗 x の 2k 足す1乗ですね。このようになります。大丈夫でしょうか。はい、この式は k 大なりイコール m プラス1で m-k 足す1の部分が0になるため 2m 足す1次多項式になります。先ほどの部分をまとめると、 n が偶数の時かつ a1 イコール0の時は次のようになります。はい、ここでですね、エルミートの微分方程式の解である y を hx のように、 y は x の関数で表現できることから一般解なので hx と表記し直します。 2m 次多項式であることから h2mx とでも表してみましょう。これをこのようにですね、定めてみます。また n が奇数かつ a0 イコール0の時は、はい、このように表現できましたね。y は。そして y を hx とやはり表現し直すと、 2m 足す1次多項式であることが h2m 足す1括弧 x というものは次のように表現します。はい、この2つの部分で定義される多項式 h0、h1、h2 のような多項式をエルミートの多項式と言います。こちらめちゃくちゃ大事な多項式なので、ぜひここで押さえておきましょう。で、m は0、1、2、点点点を取ります。で、n イコール 2m。n イコール 2m 足す1のように2つの場合を取っております。そして、h2mx というものは a0x0 足す a2x2 足す a4x4 乗足す点点点点点。a2mx2m。このようになりますね。で、同じく h2m 足す 1x というものは次のようになります。奇数だけ取っている、または偶数だけ取っているですね。そして、ak 足す2イコール、括弧 k 足す2、括弧 k 足す1分の2、括弧 k-n、ak となりました。はい、m イコール0の時、h0x イコール a0、h1x イコール a1x。m イコール1の時、h2x イコールですね、a0 足す 22x の2乗。ここで、k0、n イコール2により、 a2 イコール -2a0、 したがって h2x イコール a0 括弧 1-2x の2乗となります。はい、これどういうことかというと、 m が0の時はここにより n も0ですね。なので h0x というものはこちらの式により a0 だけが残ります。そして a1x というものは a1x だけが残ります。そして m イコール1の時は、こちらの式により n が2の時と n が3の時を考えなければならないので、 n が2の時は h2x イコール a0 足す a2x の2乗を考えます。するとですね、こうですね、 n が2で k が0の時は次のようになることからここに出てきますね。で、h の3、括弧 x というものは a1x 足す a3x の3乗となって、 k イコール1、n イコール3の時を考えれば、この式によって a3 が出てきますよね。なので a3 イコール -3/2a1 となって、 h3x というものは次のように定まります。こうですね。使う式が結構多いことに気をつけてください。これをどんどん繰り返していきます。m イコール2の時は h4x が出てきます。この時に a2、a4、a0 を求めるんですけども、k イコール2、n イコール4の時なので、こちらとこちらの式を見てみて、a4 イコール次のようになる。3/4a0 ですね。で、a2 は次のように -4a0 と結果的になりました。したがって、こちらの式により、このように a0 括弧 1-4x の2乗足す 3/4x の4乗となりましたね。これが h4x です。はい。h5 の時は m イコール2の時でやっていきます。k イコール3、n イコール5より、次のように a3 というものは -3/4a1、a5 というものは15/4a1というふうになります。先ほどの前回式ですね。これにより、h5x というものは a1 括弧 x-3/4x の3乗足す15/4x の5乗。このようにですね、どんどん続けることができますね。はい。
続けた結果をこちらの式に縦で書きました。はい、ここでですね、x の形状の係数を2の形状で表現したい。はい、これがあることから、はい、a0 を次のようにですね、m の階乗分のマイナス1の m 乗、2m の階乗、そして a1 を m の階乗分の2括弧マイナス1の m 乗、括弧 2m たす1の階乗と置きます。このように置くとですね、うまく式がまとまります。はい、a0、1、マイナス2、12、a1、イコール2、マイナス6、120のようになると、確かに x の形状の係数を2の形状にできます。はい、そして次のようにまとめました。x の係数を2の形状で表現したいという意図があることから、こうですね。2の形状でそれぞれ表現されてます。x の形状の部分が。それがこちらです。こちらの棒線引いたところですね。全部2の形状の係数となっているのではないでしょうか。また、y イコール a0px たす ay イコール qx が次のようになっていたことから、n イコール 2m の時と n イコール 2m たす1の時で次のようにですね。また n に直して表現できますね。したがって、このように式変形できます。しっかりとノートに書くなりして書き進めながらご確認ください。大丈夫でしょうか？この上の式を m について解いたものを下に代入しているような具合となっております。はい。そして結果を書きました。y イコール a0px たす a1qx というものは次のように表現することができます。そして a0 と a1 は次のように表現できます。するとですね、x の形状の係数を2の形状で表現できます。その時 a0 と a1 はこのように増えていくようなイメージです。で、もう一度書きますが、n が偶数の時かつ a1 イコール0の時はこの式を満たしますし、n が奇数かつ a0 イコール0の時はこの式を満たします。ここの部分はちょっと m でまた表現しているので気をつけてください。はい、先ほどの式を準備しました。またここは m で表現します。この式をですね、このようにですね、a1 と a0 の部分を m で表現し直してます。はい、そして m で約分できますね。そしてこう m の階乗で約分できて、こちら側も m の階乗で約分できます。はい、なのでこのようになってますね。そしてここの2はですね、ここの2と掛け合わさって2の 2k たす1乗になってますね。なのでですね、綺麗にですね、こちらは 2m とか 2k の形、こちらが 2m たす1とか 2k たす1のようにですね、奇数と偶数のような表現できているのではないでしょうか。はい、以上から次のようにですね、数列をどんどん変えてます。これが k イコール0からずーっと進んでいくような感じですね。はい、こちら側は、この式ですね。この式により、k イコール0、そして1を代入して、そしてどんどん進んでいって、m-1 を代入、m を代入した形になってますね。m までなので。左側はこちらのシグマを展開しております。で、右側はこちらの展開してあげると、次のようになりますよね。このようになってます。最後は、m を代入しておりますね。では次いきます。はい。先ほどの式なんですけども、そうですね。最終的にこのシグマを展開した形なんですけども、n が偶数かつ ay イコール0の時は、次のようになります。はい。しかしですね、ここ左半分をですね、このように書いてはいるんですけども、シグマでもう一回表現するときに、なんと左から、このようにですね、左から順番に進むようにシグマでまとめてます。するとこのような形になります。いいでしょうか。先ほどのシグマと少し違う形になってますね。こうするといろいろ式を簡単にまとめるメリットがあります。はい、同じく n が奇数かつ a0 イコール0のときは、右半分のここの部分をずーっとこのように書いてます。そしてシグマでまとめるときは最後からこのようにですね、まとめるような順番でシグマでまとめるとこのように表現できます。
大丈夫でしょうか。はい、以上から n が偶数かつ a1 イコール0の時と n が奇数かつ a0 イコール0の時はこのようにですね、2つで表現することができます。はい、結構似ているような形ですね。はい、以上からですね、この2つの式をまとめると次のように hnx イコールシグマ k イコール0のですね、 n-2 分の n の、そしてこのように表現できます。シグマ k イコール0から2分の n までですね。で、これは2分の n を超えない整数を表現します。そして次のように n-2k の解除、k の解除分の n の解除、-1 の k 乗、括弧 2xn-2k 乗ですね。このように表現することができました。いかがでしょうか。はい、エルミート微分方程式の解、このようにですね、Wikipedia とか様々な PDF でも紹介されているこの式を出すことができました。はい、いかがでしょうか。なので、エルミートの微分方程式の一般解は次のように、ynx っていうものは hnx と表現し直して、シグマ k イコール0の2分の n までの n-2k の解乗、k の解乗分の n の解乗、-1 の k 乗、括弧 2x の n-2k 乗と表現することができました。少しですね、計算ミスや理論的な間違いがあるかもしれないので、もしそれを見つけた場合は、ぜひですね、コメント欄に間違いを書いていただけると嬉しいです。一応ですね、導出したつもりではいるんですけども、まだミスがあるかもしれないので、ここは注意しておく必要があります。では、今回はエルミートの微分方程式、パート1ですね。一般解を強引にですね、数列や全化式を使って出す方法をご紹介しました。このエルミート微分方程式はですね、まだまだ様々な興味深い性質があるので、そちらもどんどんご紹介していけたらなと思います。では、最後までご視聴ありがとうございました。